こんにちは、日経の島田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のキーワードは LNG です。皆さんは11月の電気代ガス代が値上がりすることをご存知でしょうか。在宅勤務をしていると前よりも電気代が気になるようになりましたが、料金がさらに上がるというニュースです。背景には LNG の需要と供給が逼迫している関係があるようですが、そもそも LNG とは何か詳しく見てみましょう。天然ガスをマイナス162度まで冷やして液体にしたものを LNG、 液化天然ガスと言います。石炭と比べると LNG は燃やした時に発生する CO2 の排出量が4割少ないです。また大気汚染の要因になる化学物質も少なく、環境への負荷が相対的に低いのが特徴です。そして天然ガスを液化することで体積はおよそ600分の1になります。専用船で大量に輸送することができ、需要地の近くのタンクでの貯蔵も可能になるんですね。日本は世界最大規模の LNG 輸入国であることを皆さんご存知でしょうか。2020年時点での世界の輸入量のうちおよそ2割を占めています。また日本国内の発電量全体の4割弱を占める重要なエネルギー源です。最近では輸入量を増やす国が多くなり、 LNG 需要が拡大していますが、特に中国の動きが顕著です。こちらのグラフでは日本と中国の LNG 輸入量を比べていますが、中国は毎年のように輸入量を増やしていることがわかります。そして2021年を見ると、1月から8月までの輸入量では世界最大の輸入国だった日本を初めて上回りました。東南アジア各国でも LNG 輸入の動きが加速しています。フィリピンでは2022年の初輸入に向けて準備が進むほか、タイでは民間による輸入取引が開放され、電力会社などが調達に動いているんですね。一方で供給面では課題が残ります。こちらの記事では LNG の供給は頭打ちの状況で、アメリカやオーストラリア、カタールといった主要生産国では増産する余地は乏しいと紹介しています。国際的な調達競争が激しくなり、需要と供給のバランスが崩れることで LNG の価格にも変化が出ています。短期的な需給に応じて売り手と買い手が取引することをスポット契約と言いますが、スポット契約の価格の推移を見ると、アジアでは2021年の高騰が目立ちます。日本は長期契約が主体で、電力大手が保有する LNG の在庫は8月末時点で1年前よりも5割多い状況です。しかし寒波に見舞われてスポット契約での調達に頼らざるを得ない状況になると、卸電力価格が急騰するリスクもあります。 LNG の需給の逼迫は足元では電気代やガス代への影響を及ぼします。こちらの記事では東京電力ホールディングスをはじめとする大手電力10社では LNG の価格が上がったことなどによって11月分の料金について全社が値上げを決めたと紹介しています。また東京ガスをはじめとする大手ガス4社も値上げを決めたと説明していました。そして12月分の料金についても発表されていますが、こちらも同様に値上げをすることが決まっております。電力需要が増える冬場に電力価格がさらに高騰するリスクも高まっています。ここまで LNG について見てきました。 LNG はアジアで需要が拡大しているという状況があるようですが、こうしたマクロな話題から電気代の高騰といった身近なところにもつながってくるニュースになるんだなと改めて驚きました。これからニュースを読むときに変化の内容だけではなくて、その背景であったり原因も合わせて考えていくことが大切だなと思いました。今週もご視聴いただきありがとうございました。皆さんの興味のあるキーワードもぜひコメント欄にお寄せください。この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。